はい、こんにちは、ジャンゴです。今回も先期でしょう、シンフォギアエクスドライバーアニメテッドの、まあ、2周年のね、いろんなガチャ引いていこうかなという動画になりますと。いうことで、まあ、早速引いていこうかな。ガチャを引くことができるぞ。ガチャを引くことができると。で、まずね、2周年の無料11連の、4日目。こっからいきますか。今回は星5カード1、今回はっていうかいつもか、星5カード1枚確定なんだね、無料のやつはね。よし、じゃあ引きましょう。さあ、できればメモリアよりも奏者のカードが欲しいが、これはどれかは変わるんだよな。おー、星5のメモリア。あれ、これ残り星4か、全部もしかして。響きの、お、なんだこれ。お、マリアと、お、あ、メモリア星5 2枚か。ほー、で、残りは、まあ、開けちゃおう。なるほどね。まあ、星も2枚だから、とりあえずいいかな。はい。で、次ね、どれ引こうかなってことなんだけど、このね、錬金術師はね、ちょっとまだ、このキャラたちを知らないので、まあ他をちょっと引こうかなと思ってるんだけど、まあとりあえずね、この2周年のやつは4回目なんで、引いていこうと思うのと、2周年の X ドライブガチャもこれまで引いてきてるので、続けて引いていこうかなと。でね、イグナイトもこれ2回目だから引こうかなっていう感じで、で、これがね、今日から増えてるやつなんだと思うんだけど、なんかさ、こう、こっちだとカードの詳細とかでこう出てくるの見れるのに、なんでこっち見れないんだろうなみたいな。で、イグナイトの方もあるんだよね。うん。ってことで、何が出るか気になるから、とりあえずこれ引いてみようかな。まずね、このね、新商変化ギアガチャっていうのがね、まあよくわかんないから、とりあえずこれ引いてみたいなと思ったので、こっからね、下、あ、でも4つもあるな。400か。これ、なんか、100とはいえなくなっちゃうんじゃないか。全部引こうとしたら。全部っていうか、まあこれちょっとスルーしようとしてるけど。うん。まあじゃあね、こっから4つ引いていこうかな。今回は。ってことで、行きましょう。はい。ほっ。さあ。お、2枚あるな。どっちから行くか。こっちにしよう。お、これは、奏の、おー、まあ、持ってないやつだよね。ガングニールだな。これは響きか。はい。おー、で、残りは開けちゃおう。はい。あ、間違えた。ちょっと隣触っちゃった。はい。新しい力使いこなしましょう。この響きはオリジナルってなってるな。で、こっちが、こっちもオリジナルか。なるほどね。まあ奏者の星5が2体出たから良かったかな。じゃあ続いてイグナイトの、ギアガチャを引いていこうと思います。よし、結構ね、いっぱいガチャが来るから、100とはいえなんか後半なくなっちゃいそうだな。あ、来たこの演出。
おお、いいよねこれ。お、2枚あるじゃん。じゃあど真ん中残してこっちから行くか。ガングニールな。今日は響きか。今日は響きの欲ですな。はい。これが確定分だったのかな。さっきのやつみたいだから。雨の幅切りか。おお。おお、両方イグナイトのかやつかな。はい。ってことで。まあどんどんね新しいの手に入れていけば育てるペアもね増えていくのでいいかなと。まあ本当は重ねるのがいいんだろうけど、まあ今更あまり強さを追うよりも始めたばかりならコレクション的なものを優先したいかなということで、あと2個かなガチャ引いていきますか。でこれが X ドライブのギアガチャいきましょう。星4が多いな。はいはいはい。おお、なんかかぶった。はい。そして星5、雨の幅切りか。翼のこれはあれか、2枚目かな。だから限界突破的なのもできるのかな。はい、オッケー。ってことで、次で今回はラストかな。よし、じゃあ2周年ガチャいきますか。ちょっと待って、今回は4回目で星5シンフォギアカード確定だから、星5シンフォギアカード確定だから、あ、明日この間引いたやつがまた出るな。ほう、じゃあなんていうんだ、強制的に2枚目をゲットできるのか。まあじゃあ今日はね、今日の分はまあ普通に星5のシンフォギアカード確定ってことで引いていこう。さあ、なるほど。はい、でこっちがアナートラームってことはマリアなんだな。マリアだな。あ、マリアじゃないじゃん。あ、セレナ。なるほど。この前ね、あ、まあいいや。はい。セレナ、何気にセレナ自体初めて引いたな。星5は。はい。OK ってことで、まあね、一通りキャラ持ってないとね、出撃した数で曲とかが手に入ったりするからね、セレナもこれは、なんだ、普通のクエストやるときとかに編成してやっていこうかなと思いますって感じで、まあ今回はここまでにしておこう。ああ、でもどうなんだろうな。これもな、引いてみてもいいんだけど、でもなんか全部引いてると最後足りなくなりそうなのと、錬金術師ガチャって言って、錬金術師ってなんか、これまだアニメ途中までしか見てないと、キャロルしか出てきてないんだけど、別にキャロルがいるわけじゃないんだよね、こう見ると。だからね、ちょっとね、なんかネタバレっぽい気もするし、これはちょっとノータッチでいこうかな、ということで、まぁ、今回はね、これで終わりにしようかなと思います。うん。では、またね、明日も引いていこうと思うので、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。よっと。